大橋徹は日本のプロレースラー。若松部屋所属の元大相撲力士。本名、伊藤徹大相撲時代の四個名は、朝橋で最高位は西女二段42枚目。父は元大相撲力士の大橋平でリングネームも、父の四個名にあやかったものである。元力士の父の後を追うように大相撲若松部屋に入門して朝。 伊藤の彦名で1993年3月場所に初土俵を踏むが、膝の怪我のために1996年には番付外まで陥落した。1997年1月場所には再度前、相撲から始め、翌3月場所には彦名を朝和氏と改名し再出世。1999年1月場所に最高位となる。 西女二段42枚目まで昇進するが、膝の怪我が元でこの場所限りで引退した。一度は調理師を目指すが、もともと憧れていたプロレスラーになるべく、東流門の7期生として入門。T2P の一員としてメキシコに渡り2000年9月2日にデビュー。一匹狼のヒールとして活動していたが、イタリアンコネクションを離脱したブラザーヤッシ。 ドッティ修ジと共にはぐれ軍団を結成し、後にワルカン一式に発展。ドラゴンゲートに移ってからも傍若無人ぶりを発揮していたが、2004年にリング外における素行不良、職務怠慢が原因で他のメンバーと共に解雇される。2005年はドラゴンドールの興行に参戦し、大阪プロレスではヒールユニット竹次官のリーダーとして活躍。 同じく2005年から参戦している DDT プロレースリングのリングではディザスターボックスを率いて2006年4月2日に 5D 無差別級チャンピオン獲得。男色ディーノの向こうを張ってゲイキャラクターを演じるなどレスラーとしての幅を広げつつある。2006年2月7日ドラゴンドール後楽園大会で川田敏明とシングルで対戦するも完敗。9月 かねてより念願だった自主工業、大和市プロレスを、故郷、作主体育館で行う。川田や DDT、エルドラドの選手が協力し、大成功で幕を閉じる。また、大和市プロレスでは、大和市、アブドーラ小林、ソヤ学、知恵という長野県出身者らとタッグを結成した。2007年2月17日、明物と組んで相撲力士ジョニー団との、 タックマッチで全日本プロレスへの初参戦を果たした。全試合終了後には、チャンピオンカーニバルへの出場をアピールし、後日正式に初出場が決定したが、結果は全敗となった。なお、名優のたる、近藤、ヤシとの絡みはなかった。2008年、エルドラド解散後、親会社ソウルコネクション所属となる。2009年、SOS を加えた。 和紙 OS を結成し、自主工業、紅白プロレス合戦の開催を発表し、以降定期的に工業を行う。同年、ソウルコネクションの活動停止に伴い、かつての所属選手とともに、フリーランスとして活動する。2010年12月いっぱいをもって、無期限休業。紅白プロレス合戦については継続して工業が行われる。紅白プロレス合戦では、 大橋のリングネームを2011年2月より大橋敦氏が引き継ぎ大橋が2代目大橋徹として出場した2012年5月23日紅白プロレススペシャル新宿フェイス大会にてメインイベントの6人タッグマッチで復帰休業中に実家のちゃんこや大橋を継ぐための修行をしていたこと また2011年に第一子が誕生したことを試合後に報告した。現在は大足の経営とともに、作詞内でのプロレス工業のプロモーターとしても活動。レスラーとしての活動は不定期となっている。2013年2月17日、DDT に本格復帰。2014年2月5日、紅白プロレス最終工業を行う。2015年現在参戦団体は、 DDT と01であり、DDT では、高木三四郎、平田一輝と共に3人組ユニット、T2 比の一員として活動中。その他に第二本プロレスやレッスルマイナス1にも参戦、することがある。2015年9月27日、DDT 後楽園、ホール大会で、デビュー15周年記念試合 &DDT 参戦10周年記念試合を行い、 桃足等のコスチュームで登場。2017年、日本逆上陸15周年記念ルチャンコフィエスタを開催。2018年、ルチャンコフィエスタにワシトール小学校卒業中学校入学30周年記念工業を開催。DDT にて、かつての所属ユニットディザスターボックスが再結成される。ありがとうございます。